特定秘密保護法案が参議院で成立しました。はい、まず決断します。非常に多くの方々のご努力によりこの法案が成立をいたことは一定の成果だったと思っております。 NSC が発足をしましたが、 NSC がうまく機能するためにはきちんと秘密が保全されるということが極めて重要であります。これがほとんど同時に動くことになるということに大きな意義があるということですので、今後この法案が施行されるまでの間、多くの方々のご理解をさらに得るような努力をしていかねばならないと思っております。参議院の採決の直前まで混乱が続くなどですね、やっぱり野党側の反発が強い中でのご可決成立となりましたけれども、今回のこう採決の仕方、進め方等について理解が得られるというふうにお考えですか。これは報道をご覧になる、あるいは読まれる方々の反応によるというふうに思っていますが、私どもとして、もう先ほど申し上げましたように、施行になるまでの間、まだ国民の皆様方にご理解いただけない点、あるいは強引だったのではないか、私は決してそうは思っていませんが、そういうご批判を受けるに至った、まだご理解いただけない点を、今後もさらに努力をして、与党の実務者が署名に至った項目の実現に向けてもさらに努力をしていきたいと思っております。施行までの間にさら、なる検討項目があると思いますが、第三者機関の、中身、あるいは国会における監視機関等ですね、具体的にはどのように進めていかれますか。これは我が党において、自民党においてこの問題について議員立法ということになります。国会に機関を設けるということになれば、それからこれを早急に議論を立ち上げ、法案という形にするということが急務だと思っております。政務調査会ではそのような作業を行うように内々指示を出しておりますが、具体的に早めにスタートさせたいと思っております。幹事長、金がね、第一次安倍政権の失敗についてお話しされてますが、その教育基本法であったり、その国民が求めてないものを強権的にやってしまったというのが失敗を招いたんじゃないかというふうにおっしゃってましたけれども、今回もですね、その経済対策だとか、あるいは復興、そういうものよりもこうした機密保護法案の方が優先されたというような印象を受けるんですけれども、これはその政権としてのその強権とかおごりというものではないかと思うんですが、いかがですか。第一次安倍政権の時と比べて、尖閣をめぐる状況というのが厳しさを増していると思っております。またその時と比べて、中国の軍事力の強化というものは非常に大きなものがあります。また朝鮮半島の情勢も不安定であります。安全保障の環境は第一次安倍政権の時と比べて厳しさを増しているということが私どもの認識であって、もちろん経済対策は重要です。ですから成長戦略というものも政府で決定をいたしました。あるいは25年度補正予算、26年度予算の編成に向けて、これから作業を加速することになります。経済は経済で一切手抜きをせずにやっていますが、同時に国家の平和と安全、地域の平和と安全というものが保たれ、初めて経済は活性化をするものだと思っています。安倍政権の時と比べて安全保障の環境が厳しさを増しているということは大きく違うところであって、さればこそ NSC とこの秘密保護法案というものを並行してやったということですから、そのようなご批判に応えるように私どもはきちんとご説明をしていかなければなりません。中国の防空識別圏の設定等々をめぐって、国民の間には安
全保障というものに対する懸念というものが強まっているので、この法案が成立したことによってより国家の安全が増すのだということをきちんとご説明するのは我々の責務だと思っております。そういった説明がただ足りないという認識はおありですか？それは報道がどう説明してくださるかということにもよるでしょう。私どもとしてもっともっと報道の皆様方にこの法案の意義というものをご理解、そして反対される方々のご意見とともになお十分伝わっていない我々の努力不足というものを認識をしながらやっていきたいと思っております。ですから、まだ十分に伝わっていないとすれば、それはいつにもかかって私どもさらなる努力が要請されるということだと思います。よろしいですか？はい、お疲れ様でした。遅くまでありがとうございました。